待って、もう少しでカウントなんですよ、これ。よし、来たから。行きますよ、行きますよ。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、はい。ラララル。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、なもうせっかくゆっくりしたやから新年からね、気合い入れてまだ3年が引っ張ってカーテン閉めたよね。えバーるいやあれいや閉めてないです。お前ら3人カーテン閉めたやろ。そういや先生が閉めてないです。あのカウントダウンの時先生が思っていや閉めてないですよ。閉めてない閉めてないです、はい。そうか。はい、はい、はい、やめていこう。はい、ます。このチームは、どうかで締めてよね。なるほど。締めてないです。締めてないです。年越す瞬間、先生言った時、カーテンお前らシャって締めてよね。締めてないです。シャしてないです。締めてない。はい、しっかりとまず柔軟ね。はい、柔らかく柔らかく股関節。はい、もっとため作れ。はい、解放。オッケー、順ここもっと入れろ。はい、ため作って。オッケー、解放。はい、翔太も。はい。ため作って。はい、解放。オッケー、もう一本。しっかりため作ってから。カーテン閉めたよね、お前。なる。閉めてないです。お前、カウントダウンの時、あれ、カーテン閉めたら先生言ってた時。閉めてないです。お前ら。いや、閉めてないの。閉めてない。閉めてないです。はい。はい、グーッとため作って、そう、切り替えて。はい、カーテン閉めたよね、やっぱり。なる。閉めてないです。閉めてないです。閉めてない。閉めてないです。はい、解放。はい、グッズ貯めて。そうそう、もっと回す。せっかくなんでお参りしましょうか。なんでもここの神社、都市伝説があって。声を出してお願い事をすると答えてくれるみたいです。マジ？はい。待ってみよう、そうやった。行きましょう。計画部のあかねちゃんから LINE が来ますように。いいよ。え？でもえ？いいよって言った。言った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 。聞こえた聞こえた聞こえた。え？お？え？来たんじゃん。え？え？あきおめてきた。ほんまに？ガチ？おいけるいけるいける。ちょっと行こう。いけるいける。法学部のさやちゃんから LINE が来ますように。いい、マジで、クレちゃん、クレちゃん、クレちゃん、あ、来た、え、来た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 、え、来た、ほんまやったこれ、ほんま、ほんま、計画部だ、エメちゃん、それは無理、それは無理だわ。めちゃめちゃおもろい。なんでお前だけお前だけ無理って言われてる。おかしいやろ。だからもう神の力を持たしてお前を持っていってないって。やな、離れて離れて。おやおや、カウントダウンの時にこいつらがカーテン閉めてたのかどうか分かりますように。ちょっと待ってね。大晦日の夜だよね。あ
ちょっと覚えてないな。ちょっと待って、見るわ、確認するわ。ちょっと、あ、閉めてるね。さあ、本日から早速練習開始だ。お前たちは代表合宿の最後の合流組だ。追いつくしかない。1秒たりとも無駄にするな。全時間を野球に捧げろ。わかったな。お前らは N チームだ。N チームのグランドへ行け。はやってるか。は、何しに来て。あんな怒るな。俺もお前らには言い過ぎたな思ってよ。いいことを知るか。今から B チームと A チームでいきなり練習試合って、鬼塚山もデージ気合入ってたから、つきっきりはずよ。午前中いっぱいは確実にバレん。だからちょっとぐらい沖縄楽しんできたらいいさ。へへ、いいの？おお、まあ、俺のふるさとだからよ。良くない思い出だけで帰られるのは俺も嫌さ。お前いいやつやったおい。え、じゃあ遊びに行きましょう。行きましょう。え、いいなー。よっしゃー、サンキュー、ありがとう。練習練習練習。いやー、僕あれなんですよ、あれ、あのパラセーリングわかります？え、あ、それだそれだ、あれ、あれ、海で飛ぶやつ。あ、そうそうそう、それ行きたい。あれ行きたいんですよ。よっしゃー、沖縄見せー。最高やな、おい。君たちは我々をバカにしてるのか？知念君、協力ありがとう。いえいえ。バーカ。君たち4人は日本代表の、いや、外役なのはただ一人。君だ、監督さん。え、なる。はっきり言って、この3人を、野球のレベルはかなり高い。だが異常なほどにモチベーションが低い。それに何より成長が感じられない。これほどの選手たちを君みたいな低能な指導者に任しちゃおれんのだよ。日本球界のためだ。ああ、私はね、学生野球連盟の会長ともつながりがある。今回のこの日本代表選考合宿を指導者という立場でありながら侮辱したこの件は会長に報告する。なる。君はきっと野球界から追放されるだろ。嘘だろ。つまり無職だ。どうしても許してほしいというのなら。あ、そうだな、この合宿中私の犬のように動きなさい。まあ、しかし指導者としてのプライドがあったらそんなことはできないだろうがね。わっ、つくづくしょうもない男だ。今後 B チームとの接触を禁ずる。破ったら分かってるね。はい。お前は分かったらさっさと行かんかい。はい。失礼失礼。いやー、もう5連休とかよこせよな。いや、5連休はさすがにないっす。さすがになんか部活とかでっかい問題とかお子さんの時ないんちゃうっす。問題？ほほう。おはようございます。僕はアメプラ大学野球部3年生の翔太です。今回は告発動画です。
実は僕は野球部の指導者である堀助から悪質な理不尽を受けています。その実態は他の選手には優しいのに僕には悪質な嫌がらせをしたりアドバイスをしてくれなかったりと自分の好き嫌いで指導を変えることです。今日が記録1日目です。先輩何やってんすか。え、何やってんすか、はあ、これで、はい、あいつの理不尽告発したから問題なんで、これはいや、それはじゃあ、ええー、あいつちょっと反省させなあかん、ほんまに。いや、まあそうですけど、うん、でも、ホイスキーって言っても誰も伝わらんしょ、それ。ああ、まあ、いけるやろ、いけるで、いけるで、うん、はい、着替えてこう。わかりました。今、ベンチで休憩しておりますが、もうすぐ監督が来るみたいなんで挨拶してきます。おはようございます。あの、静か、翔太さん一人。えこれ、後で編集うまいって使えんねん。あ、そうもう監督来るやろ。はい。なる。おはようございます。はい、お姉さん、元気やってるか。はい。よし。おはようございます。見ましたか、皆さん。僕があんなに一生懸命挨拶したのに、うん、しか返してくれません。作ったものを押し込むと、これがいいっすよ。え、作ったものを押し込む。あの、押し込む。神さん、はい、今さっき教えていただいたことを本当近くで学んでみます。ありがとうございます。紙を作って、生地で作って、押し込む。押し込むね。あ、あの、神さん、はい、あのさっきのためてドンってやつをもっと近くで、はい、たまげたもんなるから楽しみにしとけ。皆さん見ましたか。ついに暴力まで起きてしまいました。これがこの野球。いや、僕が受けてある実態です。僕この動画が問題となり、これじゃなくて、部活停止処分として部の方針を改める期間を求めます。よし、学生課に提出したら、あいつはなれて問題となり、10連休も有名だよな。このガム、バラバラ。何をしてるの、お前。バラ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 はい、お願いします。お願いします。お願いします。よっしゃ、よし、はいです、お願いします着替えて、自主練行こうか。よっしゃ、よっしゃ、やろうか。やろうか。何の練習しようか。いや、それやで、一発目まず何する？打撃か。あ、打撃あるや。うん、やる気熱いやろうな。ほんま、とりあえず気合入れていこうか。なんて？あ、いやいや。
なる。大学で寮生活をしてるんですけど、夜中に不審者が来ていて。犯人の特徴は？夜中なのにグラサンしています。それは怪しいですね。はい、逮捕してください。通報がありました。署までご同行お願いします。いや、通報って私ここの先生ですから。いや、こんな見た目の先生なんていません。これ不審者の忘れ物です。お疲れ様でした。ありがとうございました。しました。ありがとうございました。ご苦労様です。一件落着。お世話になってる先生をさ、警察に通報するってどういうこと？ちょっと説明してくれ。警察に通報？何のことっすか？警察に通報とか僕らが電話した証拠とかってあるんですか？解放エクステンション。